わかった。試験場アイビーに行って、鶴を消す方法が見つかれば、データコアにアクセスできる。中にあるもの、それさえ手に入れれば、ここにある全てのデータにアクセスできるはずだ。そうすれば何か持って帰れる。よく理解できない。でも、どんな秘密にも迷宮はつきもの。預言者は耐え抜かなきゃ。行こう。ついてく。先に進もう。試験場アイビーも近いはず。また迷路。真実への道は優しいわけがないよ。ねえ、それで鉄の花のことだけど、データに載ってる名前は確かアダマントリースだったでしょ。あれがつまり灰の時代を招いた破壊を止めるはずだったの？そうみたいだな。ところで聞いたことなかったけど、あなた、この土地で生まれたの？いや、違う。ここからずっと東にある地で生まれた。それじゃあお互い遠くから来たってわけだ。寒いし湿気がすごい。ここだ。よし、試験場に入る方法を探そう。あの建物の試験場アイビーか。すっごい静かだね。またあの機械だ。姿を消せるの？こいつを倒さないと試験場には入れない。戦えるな。私にもちろん。どうかしたの？やがまだよ。Thank you.
怖かったけど感動しちゃった。別の花を手を貸してくれて助かったよ。これで試験場アイビーに入れるな。ここにアダマントリースのデータが残っているはずだ。あなたのフォーカスで見えるといいけど。信念を持たなくて始祖と共に歩めば。この端末まだ使えるな。またログだ。終わりだ、完全にな。リースは成功。カベルのおかげで破壊する方法も見つけた。展開シェルに暗号キーをダウンロードすれば酵素が発生する。それによりリースは内部から侵食され壊れる。でも手遅れだ。米国ロボット司令部の最新予測によると、スワームの増殖速度はこちらの破壊速度を大きく上回り 375% に上る。歯が立たない。まあ自業自得だな。ここで私がしたことへの報いだ。これが避難前の最後のログになる。努力は水の泡だったってこと？時間切れ？彼らのソフトウェアモジュールは手に入れた。鉄の花が作ったツルは取り除けるだろう。作業台でモジュールを槍に組み込まないと。作業台なら野営地にある。地図に隣の部屋からの道が載ってた。まだここで探し物が残ってる。これが地図にあった4つ目の試験場かな。ずいぶん前に浸水したみたいだ。ここから登ってく必要がある。ついてくよ。早く終わりたいんだが。もうもてロープを使って降りられそうだ。できるかな。やった。よし。急がないと。次は？これからデータコアを目指す。話の続きだけど、一人で兵士全員倒したなんて未だに信じられない。ともあれ急がないと。未開人に遭遇した後、副官が増援を要請したの。もう到着するはず。わかった。このモジュールが使えるといいな。さあどうなる？どうするんだ？近接攻撃。花が咲いた。ソフトウェアを試してみよう。ツルが枯れていく。おお。これで開けられる。すげえ。これでいろんなとこ行けるぞ。また。またサイドクエストはかどっちゃうね。データコアは無理だね。デメテルを連れ帰るか。デメテル、ダイヤの元に帰ろう。
生命の種か。わかった。エリザベト・ソベック、アルファプライム。マスターオーバーライド起動。副次機能デメテルのコードを初期化します。何したの？フォーカスが壊れたのかと思った。ああ、特別なデータを拾ったんだ。お前のじゃ読めない。これ、コアの奥深くに眠ってた。これでセントラルサーバーを閲覧できる。すべてな、故郷への土産だ。本当だ、アーカイブだらけだよ。ほとんどが農業関連のデータ。全部見るのに何年もかかりそう。でもそんな余裕はないし、さっき目的は同じ。あれば撃ってはいけない。子孫の名を借りて継ぐ、やめなさい。ちょっと、なんで彼女を撃つの？その未開人は味方を殺した。闇雲にそっちが撃つからでしょ。未開人なんかじゃない。彼女のおかげでデータが手に入ったの。来て、ちゃんと見て。わからない？ここにいるのはエリザベト・ソベック、始祖の生まれ変わり。あら、そういう展開？預言者よ、始祖ならば連れ帰るべきだ。我々は彼らの言葉に従う側、命令はできない。どうかお許しを、ソベック博士。信心深い者の中にも、遺産のことをよく理解していない者もまだいるのです。みんな聞こえたな。データは見つかった。お前たちついてこい。他の者は浜辺で合流して滅びの地へ。長くは話せない。みんな質問したいだろうし。私もだ。過去にかなり詳しいんだろ、ソベックについても。でもお願い、教えて。あなた言ったでしょ、目的は同じだって。どのくらいかかるの？どうだろう、数ヶ月なら。あなたに希望を託す。誰にも邪魔させないで。あなたのおかげでいろいろ知れた。本当に感謝してるの。でももう行って。いいキャラだな、アルバ。また会えるか。もうすぐ滅びの地に戻ることになる。あなたが行くのは危険かも。生き方を教えてくれ。滅びの地はボッセシ町の北東に位置するの。島の周りの海流はかなり荒れてるから、南からしか近づけなくて、警備もいる。必要がなきゃ近づかないで。預言者、何をしている？ほら、行って。長居すればするほどあなたを連れ帰ろうとするし、そうなっても誰も得しないでしょ。アルバの言う通り、デメテルを連れて帰らないと。でも拠点に戻る前に少し探索してみるか。これまでに見つけた鉄の花にバインカッターを使えるしな。そう、それ。そしてセーブだ。まずはセーブだ。やっと。いやー、長いクエストでしたな。回路だ。ガイアの言ってたところだな。厳重に守られてる。でもコアにたどり着けば新しい機械をオーバーライドできるようになるはず。最後。
き返るカッパ KAPPA カッパでしょ。水中じゃ戦えない。気づかれないように通り過ぎるしかないな。水草に隠れるか。今なんかアイテムなかった？気のせいか。知ってましたね。真っ暗で何も。ここならスナップモンも近づいてこられないだろう。あの機械は氷の矢玉に強い。めっちゃスナップモンおるやんけ。あ、いるけど、そうかよかった。こっち道か。オーバーライドをいただくぞ。箱がある。あれで上に登れるかも。いつものやつね。よし、じゃあいつものやついきますか。はい、ご意見箱設置。嘘だろ。もう登れそうにない。どうする？どうにかしてこの部屋から出よう。この辺から登れたりしないかな。中からじゃ登れそうにないな。あれ浮かねえか。なんだ。失敗。なんで俺サイレントスナックしなかったんだ。
箱を水に落とせばレールに手が届くかもしれないということだ。水流で箱が動いてる。タイミングを見てレールに飛び移ろう。ナイス。これに飛び乗ってみるか。したら届くかもな。またか。あそこに戻る方法を探さないと。嘘でしょ。そんな仕掛けかよ。ん？登れない？あのスナップも強化スナップもか。ここから登れそうだ。何かの門みたいだな。何のためにあるんだ。ここに装置がある。ここからじゃオーバーライドできないな。
川には行けない。今は信じて進むしかないが、ここは何かのポンプ施設みたいだな。一体何のためのポンプだ。よし。何かの水を汲み上げているんだ。何かの中央。バラバラか。機械路の奥に進まないと。あのコアがあるところへ向かおう。綺麗に目に刺さってるね。オーライオーライ。通気口だ。これで登っていけるな。起動。よし、これなら登るより楽だな。氷以外の矢玉を使った方がいい。なんだ。危ない。これは何だろう。ん？おお、水がこんなに。機械路が入れてるのか。これならあのオーバーライドまで泳いでいける。ん？コアへ戻る方向さえ分かれば。この先は何もない。もしくはまだか。何かが俺を発見したぞ。いっぱいいんな。おい、
箱のようなものなんですできるかも。いや違う、これか。ここだ。これで登れるはず。あれか。おお、水が。出すのは無理そうだな。レールの下まで運ぶ方法があれば。水位を下げたら箱を自由に動かせる。もう一度オーバーライトする？下げられそうだ。箱も動かせるかも。違う。多分ここだ。親切。これでよし。あとは水位を上げればいい。これでいい。さあどうだ？本当に。来い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 。ゴー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 。これで箱を使って登れるよ。オッケー。
ぎやかだな。弱点は3だ。ちょっと。よろしく。増援を呼んだのか。コアのところに戻らないと。うん。これで登れるだろう。保管庫に入れて後で使おう。あれ通れない。こっちか。ここからあの運搬機に飛び移れる。そういう流れか。なんだあいつは。もうすぐここから解放するんだろう。早くコアに行かないと。めっちゃ光ってますけど。注意。北川コア。まだかよ。まだコアにたどり着かんのかよ。よし。お、来た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 よ。この水の中じゃ戦えない。急ごう。なこったろうと思ったがね。ついてないな。あいつがいたらコアに近づけない。もう一度水位を下げよう。そうすれば戦えるはず。どうやって。ああ、
て来られた。この部屋の装置で水位を下げられるはず。あいつを片付けるにはそうするしかない。これだ。そうです。天ぶちまけろや。これが一番効くよね。これでとどめ。ねえ、
近距離で戦うとやっぱお前は強いな。よし、機械相手に使えるオーバーライドが手に入った。さあデータをいただこう。今回はなんだ。ああ、ロックブレイカー。おお、すごいね。重量級まで。また復元できそうなオーバーライドだ。でかい系ばっかりだな。機械炉の扉、これで外に出られるわ。よし、ご苦労様でした。はい、さっさと終わってセーブセーブ。水を出し入れできるのは水に住む機械を管理するためか。なるほど。この場所もボロボロだな。鉄の花だ。これでよし。ワクワク。信号装置だ。レイナーのためにレンズを取っておこう。レンズは手に入った。レイナーに会った時に渡そう。それってもしかして例のあれ？これでレンズは全部だな。塔がなくなることを父は悲しんでるでしょうけど、レンズを回収できたことはきっと喜ぶ。あなたのおかげよ、アロイ。あ、はい、私からのお礼。これで最後はお互いにとってうまみのあるいい取引になったんじゃない？これからどうするんだ？これを持ってクレームに戻る。足は治ったし、空気に混ざるススの匂いが恋しいから。途中で何か見つけても寄り道せずに帰れよ。それはどうかしらね。じゃあね、アロイ。